カトリオーナ・マッコールはヨーロッパの映画やテレビで活動する女優。イギリスのロンドン生まれ、現在はフランスに在住する。作品によって名前の表記がカトリアラ・マッコール、キャサリン・マッコール、コトリーナ・マッコール、カトリオーナ・マッコールとぶれることがある。1964年から1972年まで英国ロイヤルバレエ団に在籍。その後、フランス、マルセイユのローランプティ、 主催ローランプティマルセイユバレエ団に転じた。また、ニースの演劇学校で演技を学ぶ。1977年に、フランスのテレビシリーズ、ブリゲード・デ・ミーナーの第1話で女優デビュー。その後、1979年3月に公開された日本映画、ベルサイユのバラで主役のオスカルを演じて、注目を集め、TBCF などにも出演して、名声を得るが、 映画の評価はかんばしくなかった。1980年、ルチオ・フルチのホラー映画、地獄の門に主演。さらに1981年、ビヨンド、墓地裏の家と立て続けに出演した。1998年には、ジェームズ・アイボリー監督の、シャンヌのパリ、そして、アメリカにゲスト出演した監督、ボブ・スウェイムの妻役で顔を見せていた。近年は、 TV シリーズのレギュラーなどで、フランスで活躍している。ありがとうございます。